はい、てるきじゅくでーす。どうしたらできる人になるか、それはもうほんと簡単なんです。できる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 って思ってたら、できるできるできるって言ってたらもうできるんですよ。みんななんでできないかっていうと、できないできないって、いや自分なんて無理です、できないですとか、あ、うわこれ言っちゃダメ、本当言霊的には自分なんてできないできないとか、無理だ無理だとか言っちゃうと、やっぱできなくなっちゃうんですよ。まあ難しいです、できないですって、でも余裕余裕、簡単簡単とか、できるできるって思ってたらできるんですよね。もうそれだけなんです。で、なんでできるっていうのはできないかっていうと、過去にそれ失敗してきてからですよ。なんで失敗するかっていうと、できるできるって言ったのにできないからなんですよ。例えば東大合格するできるって言っても、東大合格って言ってるだけじゃできないじゃないですか。東大合格できるできる言ってるだけじゃできないじゃないですか。2回言っちゃいましたけど、それは本当に実際に、勉強しなきゃいけない、そのぐらいやんなきゃいけないんですよ。だからちゃんと、できるできるって言いながらも、ちゃんと努力をする。で、これってやっぱ積み重ねが大事なんですよ、成功体験の。で、小さいことから成功体験を、築くことなんですよ。なので、例えば約束を守る、時間を守るっていう、それできるできるっていうふうに言って、自分はちゃんと約束を守る人間なんだっていうのを積み重ねていくと、本当に、まあ、自分は、言ったことを守れる人間なんだ、でできる人間になってるんですよ。だって大きなこと言っても身の回りのことやってなかったら、いやどうせできるとかやるとか言ってるけど、結局自分は約束守らない人間なんだっていう潜在意識にそう入っちゃってるんで、なのでまず本当に身の回りのこと、小さなこと、些細なことからちゃんとやっていく。自分の約束を守る。で、やるってことはやる。できるって言ったことはできる。そういう風にやっていけば、蓄積されていくんで、それが、できる人間になっていく一つの秘訣ですね。はい。ということで、何かの参考になれば幸いです。いつも皆様ありがとうございます。感謝です。愛してます。